2000年国勢調査に基づくワシントン・ボルチモア、北バージニア広域都市圏アメリカ合衆国行政管理予算局とはメリーランド州のボルチモア、コロンビア特別区のワシントン DC で労働市場が重なる地域からなる広域都市圏。この地域にはメリーランド州中央部、北バージニア及びウェストバージニア州東部にあたるジェファーソン軍が含まれる。この地域は アメリカの広域都市圏でも最も教育程度が高く、収入も多く、大きさも第4位に当たる。公式には、この地域は、アメリカが州国行政管理予算局と指定されている。基本的に、ボルチモア・タウソン、MSA とワシントン MA という2つの広域都市圏に加えて、隣接してはいないが、通勤圏にある3つの小さい都市圏、ィンチェスター WVMSA、 レキシントンパーク、MD マイケロパリットンエリア、カルプパー、バマイケロパリットンエリアが含まれる。オム公式では含まれていないものの、この地域に属していると考えている軍や都市もある。これには、主として、この地域への近さや通勤者の多さ、地方放送局の影響などによるものである。ボルチモアワシントン広域都市圏。 の人口は2010年の国勢調査によれば892万4087人であった。最も人口が多い都市はワシントン DC で62万996人。最も人口の多い軍はバージニアのフェアファックス軍で100万人を超える。2010年度国勢調査による広域都市圏内に所属する軍と独立市は以下の通りである。完全な一覧については ボルチモア・ワシントン都市圏の都市の一覧 EN リスト・オブ・シティーズ・イン・ザ・ボルティモアワシントン・メトロポリタン・エリアを参照。バイオテクノロジー EN ナショナル・インスティテューツ・オブ・ヘルスに近接しているに限らずメリーランド・ワシントン近郊はバイオテクノロジーの中心地となっている。ここにある主要企業には EN メジンムネ EN ユナイテッド・セラピューティックス EN ザインスティチュートフォーゲノミックリサーチ en ヒューマンゲノムサイエンシズ en ハワードヒューズメディカルインスティチュートがある。防衛関連産業ペンタゴン近隣地区には多くの防衛関連産業が拠点を置いている。この中には en ロッキードマーチン en ノースロップ、グラマン en ゼネラルダイナミクス en ベーシステムズインクコンピューターサイエンシズコーポレーション。 サイエンスアプリケーションズインターナショナルコーポレーション EN オービタルサイエンシズコーポレーションなどがある。ナンバーは EN フォーチューン500におけるランキングメリーランドボルチモア地区、ワシントン地区、ワシントン DC 北バージニアボルチモアワシントン国際、空港ロナルドレーガンワシントンナショナル、空港ワシントンダレス国際空港地下鉄、インターステイツ US ルーツステートルーツ。ありがとうございます。